フェードル初版のタイトルページ、フェードルは、フランスの劇作家、ジャン・ラシーヌ作の悲劇。初演時の題名は、フェードルとイッポリート・フェドラ・イッポリートだった。全体で5幕からなり、アレクサンドランで書かれている。初演は1677年1月1日、オテル・ド・ブルー・ゴーニュ・ザ・ラシーヌにとっては、最後の世俗的悲劇で、この作品を書いてから12年間、新作を書くことなく、 宗教と王への献身に専念することになる。フェードルはギリシア神話から題材を得ている。ギリシアローマの悲劇史にも取り上げられ、特にエウリピデスのヒッポルトストセネカのパイドラが有名である。フェードルは夫、テゼーノルス中にギリの息子イポリートに恋をしてしまうという話である。フェードルはすべての面で完成度が高い。悲劇的構成、人間観察の深さ。 人文の豊かさ、さらにマリー・シャンメレが演じた主役、フェードルの解釈。ボルテールはこの劇のことを人間精神を扱った最高傑作と呼んでいる。エウリピデスと反対に、ラシーヌは劇の最後でフェードルを死なせている。つまり、フェードルがイポリートの死を知ってしまうのだ。フェードルのキャラクター造形はラシーヌの悲劇作品の中でも最高のものである。 フェードルは他人を不幸にしながら、実は彼女自身も、己の衝動の犠牲者である。怖さと哀れさを共に備えたキャラクターと言えよう。この劇のセリフのいくつかは、例えば、ラフィーユでマイネスイでパシファなど、フランスの古典的な名ゼリフとなった。十二音綴りしくは、音楽性の美しさが特徴だが、ラシーヌはただ響きの美しさだけを考えてセリフを書いたわけではない。フェードルの中には、 母、パジフェから受け継いだ、悪ことなき欲望と死への恐怖が複雑に入り混じっている。コルネーユを講演する、ブイヨン公爵夫人と、その一派の陰謀により、初演は、成功に至らなかった。彼女たちは、今では忘れられた作家ニコラス・プラドンに、同じ題材の劇を急いで書かせ、その上演を、フェードルにぶつけてきたのだ。そのせいで、ラシヌは1689年まで、 劇の執筆を立つことになった。なお、その時書いた劇は、エステルで、ルイ14世の長期マントノン公爵夫人の依頼によるものだった。しかし現在では、フェードルは、ラシーヌの代表作の一つとみなされ、また、17世紀以降現在まで、上演回数の最も多い作品の一つとなっている。イッポリートとフェードル・レオン・バクスと、フェードルとテゼー部隊は、 ペロポネソス半島トロゼーヌにあるテゼーの宮廷。不王テゼーが国を出たまま行方不明になって6ヶ月が過ぎた。イッポリートは父を探しに行くため、国を出るとテラメーヌに話している。しかし、本当の理由はアリシーだった。イッポリートは密かにアリシーを愛していたが、アリシーはテゼーに反逆した一族の生き残り、つまり叶わぬ恋なのであった。一方、 王妃フェードルは原因不明の病気を患っていた。心配したウバのエノールは病気の原因を尋ね、フェードルが夫の不在中、警視のイポリートに恋してしまったことを白状させる。秘密を知られたフェードルはその場で死のうとする。そこに、ペゼエが死んだとの方が届く。イポリートとの愛の障害がなくなったことに、フェードルは再び生きる希望を見出す。王位継承をめぐって、イポリート、アリシー、 そして、フェードルのこの名が上がり、フェードルは、イポリートと手を組むことにする。アリシーも、イポリートを愛していたが、イポリートが、自分のことを避けていることに悩んでいた。そこに、イポリートが現れて、誤解を解いた上で、アテナイの王権をアリシーに譲りたいと提案する。そうとは知らないフェードルは、イポリートに会い、王位継承のことを相談するが、話しているうちに欲上に、我を忘れ、 イポリートに愛を告白をしてしまう。あ然とするイポリート。フェードルは拒否されたと思い、イポリートの剣で死のうとするが、エノーヌに止められ、剣を持ったまま逃げる。そこに、テラメーヌがやってきて、イポリートに、テゼエが生きているかもしれないと伝える。フェードルは、自分の運命を呪う。フェードルの一族は、大々愛の女神、ベニュスの憎しみを買っていたのである。そこに、夫、 テゼの帰還の知らせまで聞いて、フェードルは生きることに絶望し、再度死ぬ決意をする。しかし、エノーヌが、イッポリートの方こそママ母に邪恋を抱いたのだと、イッポリートの件を証拠に王に言う、よう提案する。フェードルは最初拒否するが、テゼの到着とイッポリートの下げすむような視線に混乱し、エレーヌに言われた通りに、思わせぶりな態度をとる。 イッポリートはただ呆れるばかりで、反論もせず、逆にフェードルから離れられれば、幸いと、不幸に国を出る許しを求める。フェードルとエノーヌの嘘を信じて、テゼイはイッポリートを追放する命令を下し、渡ツミネプチューヌにはイッポリートに天罰が下るよう祈る。フェードルは、両親の過酌からイッポリートへの命令を、取り消してもらえるようテゼイに頼むが、 逆にテゼイから、イポリートがアリシーを愛しているという話を聞き、激しく嫉妬する。なんとかなだめようとするエノーヌにも、魔物呼ばわりし、エノーヌは絶望する。イポリートが真実を話さなかったのは、不応の恥を明るみに出したくないからだった。涙ながらに見送るアリシーに、いずれフェードルは裁きを受けるだろうと言い残し、イポリートは旅立つ。テゼイはアリシーから話を聞き、 エノーヌにもう一度話を聞こうとするが、エノーヌはすでに海に身を投げた後だった。そこに、イポリートが津波に飲まれて死んだという知らせが入る。フェードルは、メデーの毒を煽った上で、テゼイのところに行き、自分の罪を認め、そして死ぬ。テゼイはアリシーを、自分の幼女にすることに決める。フェードルの運命は、その家系に、支配されている。その祖は、太陽神ヘイリオスでありながら、 劇の至るところで、フェードルは裁きを避けるかのように日の目から身を隠そうとする。この裁かれるという感覚は、フェードルの父ミノスが、ハーデースで死者の魂を測り善悪を判断していることにもつながる。フェードルが裁きを恐れるのは最もで、フェードルは、ケイシーポリーと愛するが、一般に、タブーとみなされる欲望に突き動かされる傾向は、彼女の家系の他の女性たちにも見られるものであった。 例えば彼女の母パジファイは、ベニュスの呪いでお牛に恋をし、ミノタウロスを生んだ。なお、フェードルがテゼエと最初に会ったのは、テゼエが彼女の異不兄弟ミノタウロスを殺すべく、ミノアに来た時だった。アレクサンドル・カバネルが、フェードル・ハット・フロム・ラシーヌ、エス・マスター・ピース、フェドラ・オブ・イン・イクロープディア、オブ・ワールド・バイオグラフィー・オン・ジーン、バティスト・ラシーヌ、ありがとうございます。